大きいじゃん。お願いします。こんにちは。今日はプラカードと金魚ですか。それは金魚の頭のぬいぐるみとプラカードを掲げてということで、じゃあすみません、そちらの意味を教えてほしいです。ごめんなさい、金魚迷惑な原発はいらないよ。親父ギャグということですね。ごめんね、親父だから。親父ギャグを使いながらのプラカード表示ということで、まあそういうことで、そういうことにしといてください。こちら奈良美智さんの絵です。吉友さん、また読みました。奈良吉友さんですね。そうですね、誰かが持ってきてたやつちょっとお借りしてて、他にも持ってる人いました。ノーニュークス、今大体2年間が経ったんですけど、はい、原発のことを、いや、その国の再生や、はい、国民のことで、この今思っていることとかがあったら教えてほしいです。そうですね、毎週金曜日に金曜の国会議事堂前のデモにキャンドルナイトで、サイレントデモでキャンドルナイトしてるんですけど、みんなとそうですね、まただんだんこの原発の事故が風化されていくのをなんとか風化させないように、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。もしよろしかったら、今この2年間経ったんですけど、その原発やのことや、その今の世の中のことで思うことがあったらお聞きしたいです。そうですね、やっぱり風化させないこと、それとやっぱりこれだけの人が反対している原子力発電所の、再稼働については安易に考えないで、命の問題なんだから、これからみんな真剣により盛り上がって取り組んでいってもらいたいな、行きたいなと思います。ありがとうございます。もし最後に見てる方に対してメッセージなどがあったらお願いしたいです。ぜひ集まってみんなで集って一つの力に、大きな力にしていきましょう。よろしく。ありがとうございます。IWJ という報道なんですけど、もしよかったらインタビューしてもいいですか。はい、あっちにカメラあります。しおりか先生インタビュー、先生も、いや私はもう先生インタビュー、いやこんな恐れ多いこと、はい、先生遠くから来た人が、ほら先生どちらの県からおいでになりましたか。あ、大分です。大分からいらっしゃったんですか。はい、今日着いたんですか。昨日です。昨日の夜とか。昨日からスタンバイしてました。今着てるのは白衣ですか。白衣こちらには歯医者です。あ、歯医者さん、そうです。なぜ白衣の、歯医者で白衣を着てこちらのデモに参加したんですか。こう我々の保団連という組織の一員でありまして、全国保健団体連合会、そうです、わかります。ノーヌークスです。原発いらないということです。はい、まあ、医者も歯医者も一緒です。医者も歯医者もそうです、はい、被爆したら皆さん一緒、あなたたちも皆一緒、平等です。だから僕らが、まあ、白衣着てるからだったら、まあ、皆さん注目するだろうということで白衣着てるんですが、本当は、ね、皆さん平等です。やっぱり原発いりません。はい、
まあ、そういうことで、まあ、ありがとうございます。あ、すみません、あのもしよかったら最後に見てる方に対してメッセージなどお願いしたいです。ああ、本当あの頑張ってほしいですね。今これだけじゃなくてこれからもずっとですね、まあ、あの原発再稼働は反対してほしいと思います。九州は僕は大分なんですけど、すぐ近くにですね、あの伊方原発というのが愛媛県にありまして、もうあの非常に危ない位置に立っておりますからね、本当大変なことになりますよ。マスクしてるから喋れるんであって、マスク取ったら喋れません。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。本当頑張ってください。皆さんの声を聞いてください。原発の輸出反対、原発の輸出反対。報道なんですけど、はい、インタビューしても大丈夫ですか。いいよ、答えれるかどうか。お願いします。今日はこちらには何が書いてあるんでしょうか。僕はね、岐阜県の揖斐、はい、川の上流徳山ダムっていう大きな日本一の貯水量のダムのふもとから来ました。岐阜県からいらっしゃったんです、はい。ここにあるようにね、ふるさとに福井の原発から30キロ圏内なんですよね。で、僕たちの生活しているところの水とか緑とか木とか自然全て汚染されるような原発はいらないっていうことを届けたくってやってきました。はい、こちらも葉っぱも福井、岐阜から。そうです、お山の、はい、緑を守りたいと思います。今あのだいたい2年間経ったちょうど締めてあれなんですけど、 それについてどう思いますか。うん、なんとか日本でも忘れないでいるんだな。もっと早く日本人って何でも忘れちゃうじゃないですか。でもあのやはり放射能核の問題っていうのは絶対忘れちゃいけない問題だなって思うし、今日東京へ見て来て、こんなに多くの人たちが参加しているのを見て、嬉しいです。はい、ありがとうございます。もしあのよければ最後に見てる方に対してメッセージなどお願いしたいです。はい、全国の皆さん、岐阜県の山奥からやってきました。緑と水を守るために一緒に力を合わせましょう。はい、ありがとうございます。それでは計算書前を離れてまた前に進みます。半袖です。国会前大集会に向けて、一旦、移動します。また、後ほど、中継をしますので、また、再びご視聴ください。一度切ります。